じゃこんにちは、さゆたかさん。何ちょっと待ってはいはい、ゆたかさん、はい、岡田新監督がですね、もう続々と、来期の構想を、発表してきてます。あれがあれだからな、もうあれがあれあれですけれども、 その中でもやっぱり一つまた目玉の注目発言があったんですが、はい、なんと今期中継ぎのタイトルも取った湯浅投手を抑えクローザーにするという構想を発表しました。まあいいと思う。あ、これはまず OK というか悪くはないよね。なんか岡田監督曰く、なぜですかっていうふうに記者が聞いたところ、やっぱり三振が取れるから。まあそりゃそうだね。はい、っていうことを挙げたそうなんです。やっぱ三振の取れないクローザーっていうのは苦しいよね、うん、岩崎、はい、やってたけども一時期ね、はい、だけどやっぱ三振取りにくいよね、なかなかね、打たして取るピッチャーだし、はい、だからそういう面では岩佐っていうのは適任かもわからないよね、うん、ただし、はい、それはあくまでも構想であって、うん、今年の疲れを考慮した時にどうなんかなと思うよね、はい、セットアッパーでもやっぱり疲れって相当、いや相当あるよ、あれだけ投げたんだもん。そうですよね。だから今年の状態であればクローザーっていうのは、はい、まあ慣れだよね、あとはね、うん、やっぱセットアッパーとクローザーっていうのは精神的な重圧っていうのはまるっきり違うから、はい、クローザーの重圧に耐えられるかどうか、うん、まあ湯浅だったら多分大丈夫だと思うけどね。そこはもう精神面だけっていうことになってくるんですか。まあそれもあるよね、うん、それもあるけど、うん、ただまあ来年やるってなると相当な今年疲労度は感じたと思うしね、まあ、疲れをどのぐらい取っとくかどうかだよね。例えば8回から1個ずれて9回の1イニングってなって、攻め方とか何か攻め方は基本的には一緒だな。一緒、うん、まあ、それでも三振取れると思うし、はい、まあ、投げてるボールっていうのがすごいから、うん、クローザー向きではあるよね、うん、クローザーにする、あ、そうですか、もう全然大丈夫ですねって、うん、まあ、何の状態もない、疲れもない、はい、そういう状態だと、あ、もうどうぞ、もうそろそろ大賛成ですみたいなことは言えるけどね、はい、うん、なかなかその阪神、あのスアレス投手以降が後ろというところが定まってなかったんですよ ね、まあ、そうだね。岩崎投手だったけれども、ケラー投手だったけれどもっていうところだったので、うん、ケラーもいいけどね、うん、ケラーの三振の取り方ってやっぱ気持ちいいもんな。そうですね、ハマった時って、ハマった時そうなんですよね。あ、まあそれは抑え向きではあるけど、俺は先発の方がいいと思う。ですね、うん、ケラーは俺先発でも勝っていけるピッチャーだというふうに思うよ。スタミナもあるし、お、うん、だって6回まで投げればいいんでしょ。そうですね、はい、阪神の場合は、はい、7、8、9っているからな、豊富に、はい、だから俺は先発の方がいいと思う。お、あのケラー投手来た当初が本当に崩れてしまって、うん、1回下に落ちて、でも戻ってきていいピッチングっていう感じでしたけれども、来シーズンそしたら先発、あ、ケラーか、はい、ケラーです、心配だなちょっと俺勘違いしてた。あのカーブ投げるとき分かっちゃうんだよね。そうだね、ケラーズ、そうサンタラにあのホームラン打たれたやつね、抑えやってて最初3、間違えてたよ。最初3、3だった。先発してたあれ誰だっけ、あのウィルカーソンと間違えてた、うん、ああそうだからちょっとそこら辺のカーブを投げるのがね、はい、分かってしまうっていうのがちょっと欠点だけどね、はい、試合後半はすごく良かったというか信頼されてて、まあまあそうだね、日本の野球に慣れたよね、はい、うん、で岡田監督は、まあ、9回の1個前をケラー投手というふうに構想を考えてると。いや、いいと思うよ、うん、これは OK で、その1つ前7回を、岩崎優投手と。俺矢作は、はい、その1イニングというよりもやっぱり流動的にしておいて、はい、左のこいつ嫌だなっていうようなところで、うん、差し込んだ方が俺はいいような気がするけどね。岡田さんって、まあ、JFK って言って、はい、確立してることが好きなんだよね、うん、まあ、だけど岩崎の場合は、まあ、その回先頭が左が来ると、はい、今日当たってると、うん、でそこに差し込んどいてワンポイントでもいいからその後にケラーだったりだとか、はい、ハマチだったりだとか、うん、投げさす方がなんか流動的にしといた方がいいのかなっていうような気はするけどね。おとすると、じゃあ7回はハマチ投手とかの方が向いてこれはいいような気がする。あ、うん、まあ、イニング頭でしっかりいって、はい、3人抑えてこいって言ったら、うん、きっちり仕事をこう重ねてくれるような、うん、そんな気がするけどね。なるほど、うん、その、まあ、8回ケラー投手を候補にしている、うん、でそのライバルがどうやら入って来ると。はい、これが、今季パイレーツ傘下に移るまでブルージェイズで9試合に登板した右腕ビーズリー投手。ビーズリーね、はい、
まあ、ちょっと見たけど、はい、コントロールがいいね。そうみたいなんですよ。あのね、高低、はい、を投げ分けられるわ、うん、端っこっていうのは、はい、ある程度みんな意識してコントロールをつけるんだけど、高低、はい、にもコントロールを持ってるピッチャーだよね、うん、ということは、はい、非常に今の現代野球に合ってるっていうことだよ。なるほど。で、188センチの長身から150中盤から後半の、まあ、直球投げ込み、うん、変化量の大きいスライダースプリット。そうでもないよ見た感じは見た感じはね。だからスプリットは使えるね。あ、スプリット使える、はい、使える使える。で、奪三振率が 12.04、うん、いいじゃん。いいですよね。それはもう後ろ中継ぎ、はい、そういうところにいてくれるピッチャーでは最適だよね、うん、で8回をこのケラー投手と一緒に争わせるみたいなんですよね。で、いいんじゃない。お、後ろではなくてっていうことですよね。一番、まあ、後ろはちゃんと決めておいた方がいいよ。うんうん、で、中途半端にしない方がいい、はい、やっぱ気持ちをやっぱこうクローザーだという作り上げたものがないと、うん、その一歩手前っていうのは、はい、やっぱ競い合わせてもいいけど、うん、クローザーを競い合わすっていうのはあんまり良くないことだね。じゃあ一番後ろも決めてて、決めた方がいいと。その前をっていう方がいいんですね、うん、いや強力だよこれ。またピッチャー陣があー、はい、いいのを見つけてくるね。スカウトの方たちすごいですね。すごいな、うん、でやっぱ力があるわボールにな、うん、みんなが、はい、岡田監督曰く右打者打ちづらそうな印象でやっぱり制球がいいよと。制球はいいな、うん、だから本当に、まあ、その両サイドっていうこともそうだけど高めにキャッチャーがこうやって上に構えてるのをそこに投げれるピッチャーだからさ、うん、現代野球っていうのは少しこうアッパーというか、はい、煽り打ちが多いよね、うん、やっぱ高めのフォーシームってあの有効なんだ今。あ、そうなんですね。だからそこをコントロールよく投げれるっていうのは、はい、いいピッチャーだと思うよ。大きいですね、うん、で三振がそれだと取れるので、うん、本当にあれ取るかもな多分まあそうでしょうね阪神、うん、やっちゃうかもわかんないねやっちゃうかもしれない。いや本当にいいピッチャー多いもん、うん、ですよね。となるとですよ、このビーズリー投手も入ってきて後ろ豊さんであればどういう風に整備していきます？浜地、ビーズリー、はい、湯浅さん、この3人を789で、うん、で疲労があるところで、うん、ケラーを差し込んでいく。あ、ビーズリーと変えたりとか変えたりだとか、うん、まあ、まず3人でそれは決めておいて、はい、で岩崎っていうのは下位、はい、の先頭に左が来るって言った時に差し込んでおいて、うん、打ち取ったらハマチとかさ、はい、2人並ぶんだったら2人いっといて、うん、ハマチとかさ、はい、そういう流動的な方が俺は岩崎はいいのかなっていうような感じがするよね、うん、はい、まあ、1球の大切さそういうものをすごく知ってるピッチャーなんだよね岩崎って。だからテンポがちょっとゆっくりしててっていう、うん、そしたらワンポイントで使ってもやっぱすごく丁寧に投げてくれると思うんだよね、はい、安易には出さないというね、まあ、そういう信頼感があるんで、まあ、ヤクルト的に言えば田口みたいなそういった使い方、はい、ができればベストじゃないかなっていうふうに思うけどね。そうですね、うん、JFK 作ったのもまあ岡田さんって言われてますし、うん、またねニックネームのつくような後ろのできそうですね、この来シーズン。あれ3枚でいいんだね。ちょっとまたあれ3枚いやだけど理想はよ、はい、3人作るとしたら1枚は左っていうのは分かるような気がするんだよね、はい、岩崎を持ってきたいっていうのは分かるような気がするんだけど、力を考えた時には右3枚で俺はいいと思う。いやそれだけのポテンシャル持ってるから、はい、俺は右3枚、うん、流動的に岩崎疲労をこう軽減するためにこの3人のね、はい、軽減するためにケラっていうのがいいんじゃないかなっていうふうには思うけどね、うん、まあビーズリーがハマった時はね、はい、まあハマらなかった時はケラでもいいし、うんうん、球があるからそうですね、できるよね余裕があるっていいですねいいよな、はい、小田さんやっぱ運があるね。そうですね、いやまだ分かってないよ、まだ始まってるわけじゃないから、はい、分かんないけども、うん、ビジョンが描けるっていうのが素敵だよね。そうですね、野手でもそうだしさ、うん、二遊間各球団少ないのに、はい、駒が足りないって言われてるところをもう2枚2枚揃えてるからね。そうなんです、戦う前から、はい、で両サイドはスターを持ってきてるでしょ、はい、これはいいチームになるわですね。もう来シーズン本当にファンは期待しかないですね。ほらほうよほらほうよほらほうよ